はいどうもこんにちは、ホテルズのっとりけいすけと石田です。お願いします。お願いします。はい、今日の企画は何ですか？今日の企画はですねまあ皆さんご存知の通り、はい、オーラリーのデニムを買ってみたという企画でございます。はい、まあ、実はですね、僕今まで3本買ったのかな、はい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 、オーラリーので今回が4本目です。すげえ買ってんな。買ってますね。細いののインディゴと、うん、ユーズドかな、持ってたね。うん、うん、で、太いのの黒持ってました。3色持ってて、で、今回4色目にこちらいいブラウンを買いました。めちゃくちゃいい、ね、はい、まあね、とてつもなくオーラリーを買った時、僕お酒が好きで、うん、とてつもなくボロボロになってしまったので、もうすでに手放しているんですけど、インディゴの細いのはまだあるかな、うん、うん、でもちょっと今閉まっちゃってるんで出してないんですけど、インディゴの細いのだけ持ってて、2本はちょっともう手放してしまって、やっぱりどうしてもまた欲しかったので、うん、欲しくなるよね、買いました。4本同じデニム買うとは自分の中でも思わなかったです。まあ色味こんな感じね、ブラウン。いい色。まだね、1回しか入ってない。ちょっとね、うん、悪夢怖くて悪夢が蘇ってる、うん、オーラリーのね、デニム。これ僕持ってるデニムジャケットと同じなのかな。ヨシア、これパンツ持ってないの？パンツ持ってないですね。あ、そうか。ヨシアがブラウンのデニムジャケット持ってるやつと同じ色。これいいよね。うん、ジャケットちょうどいいよ。いや、俺めっちゃ着るもん。着る？秋。秋着るっす。で、これは今回買ったのは、うん、ハードツイストデニムワイドパンツの方で、うん、ヨシアがいつも履いてたりするのはハードツイストデニムファイブポケットパンツかな、はいはいはい、うん、で、オーラリーのデニム2型ね、まあ、メインでこのハードツイストシリーズとセルビッチデニムシリーズっていうのもあったりとか、今回だとボタニカルデニムシリーズっていうのもあったり、うん、まあ、オーラリーは2018年の秋冬ぐらいからかな、確かデニムシリーズっていうのを発売してきて、まあ、ほんと洋服好き、まあ、黒、うん、人たちをね、うならせるものをね、すごく作ってるブランドです、はい、でね、ちょっと今回ね、動画で少し言いたかったことがあって、うん、まあ、今日俺動画、まあ、オーラリーのこの紹介動画を撮ろうということで、うん、まあ、ちょっと長くなってしまうんですけど、まあ、いろいろ調べてたんですよね、はいはいはい、まあ、知ってるは知ってるけど、うん、まあ、なんかそれこそオーラリーのデニムを購入してる人たちのブログとか、うん、あと、まあ、なんか美容師さんの YouTuber のオーラリーの商品紹介とか、うんうんうん、ミーハーブランドって言われてるらしいんですよね、オーラリーが。マジ？はい、イライラしまくってしまって、僕はミーハーブランド、オーラリー買っとけばいいみたいなって、ミーハー心から来るものじゃなくて、じゃないっすね、物がいいんですよ、買ってきてやっぱ結局残るのがみたいな、まあいるかもしれない、もちろんミーハー層っていう人がいるかもしれないけど、オーラリーのね、半分以上支えてるの人はリピーターだと僕は思ってるんですよ。絶対そうだ。オーラリー初めて買う、オーラリーって何っていう人っていうよりは、オーラリーの良さを分かってるから買う人っていうのが多いブランドなんですよね。ミーハーブランドって書いてある、結構びっくりして、まあ、もちろんパリでやってたりとかもするし、みんなが知ってるブランド、なんかまあ言っちゃえば日本のブランドって言ったら、まあ、ギャルソン幼児とか置いといてさ、はい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 、まあ、酒井、カラー、オーラリー、うん、コモリ、アンユーズとか、はい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 、まあそこら辺っていうのが多分 ね、ドメだったらっていうイメージはあるけど、明らかにね、ミーハーブランドとはちょっと違うかなと俺は思ってまして、違うかもね、なんか僕大半がそのリピーターって言ってたんだけど、はい、意外とリピートしてるブランドってなくて、そうだね、日本だと唯一オーラリーって言ったら毎シーズンチェックして買ってっていうのは、意外とオーラリーだけなのかもしれない、ね、僕も、まあ、セレクトショップ勤務で働いてる人間ですけど、うん、働きつつもリピートしてるブランドってありますよ、もちろんあります、うん、カイコーとかネオンサインとかフィンガリンとかも買ったりするし、あと、まあ、サルバムとかも2回ぐらい買ってるし、トーバとかも何かな、まあ、いろいろあるんですけど、その中でも買った回数が多いのがやっぱ圧倒的オーラリーです。ー、まあ、デニムでだけで4本ですからね、俺多分ね、今15着から20着ぐらいは多分オーラリーを買ってるんですよ。っていう人間がね、そのちょっと見てしまって悔しくて仕方なくてっていう話です。ごめんなさい、ただただ長くなってしまいましたまあミーハーブランドじゃなくて本当に物がいいので、皆さんなんかちょっとネットとかのそういうなんか知ったかぶりするようなインフルエンサーのことは信用しなくていいです、はい、そういうのミーハーブランドとか書いてちょっと上げたいだけ反応をね、うん、ただインプレッション数を上げたいだけの人たちなんで、もう何も分かってない何も分かってない、まあ、買ってきた人だから言えるよね、買ってきた人たちだから分かる、うん、俺より買ってる、どうせ一着買ってなんか分かんなかっただけな人間だから、うん、かもしんないです、ということで今回はデニム紹介します。はい、
前置きがすごく長くなってしまったんですけど、いろいろまあ皆さん知ってると思います。もちろんネットで調べたらすごくいいことが書いてあるし、うん、悪いことなんて僕が見る限りそのミーハーブランド以外書いてないんですよ、うん、まあ本当洗ってもこのカリッとするっていうのが続くオーラリーのこのハードツイストデニムです、うん、横糸が白で縦糸がブラウンなんで、動画だとわかるのかな、これ画面でブラウンの中からちょっと白っぽい糸がチラッと見えるのがわかりますかね。これがいいんだよね、これがいいんですよ、めちゃくちゃいい。で形がそのファイポケットとワイドっていうのがあって、うん、ファイポケットは比較的スラックスみたいな感じでプレスが入ってるストレート、うん、まあでもデニムのプレスなんでもちろん洗濯したら落ちるんで、まあ、ハンガーでちょこちょっとかけてあげたりとかがいいのと、でこっちがワイドっていう方で、うん、結構裾幅がこっちの方が広いのと、うん、もも幅も広くなります。結構一番変わるのはもも幅かな、うん、まあ、どっかのサイトで数字が書いてあったら比較しておくんですけど、だいぶ違います。でウエストのサイズ感もファイポケットだったら僕は32で買うんですけど、ワイドの方は僕これ30で買いました。30で80ぐらいかな、ウエスト81とか82とかそれくらいだと思います。リーバイスとかとはまた全然違う良さで、全然違うっすね、この肌当たりの良さと面構えがたまらない、うん、僕はこのやっぱ色が好きっすね、オーラリーのダンス、うん、悪く言うとこうちょっとぼやけたというか、うん、ちょっと優しい色味、はいはいはい、すごい好きで、ケイスケから LINE 来たじゃん、これオーラリーデニムそういえば買ったわみたいな、あーパツン、その時に僕も持ってたのを思い出して、白の左のやつ、うん、あ持ってるね。セットアップで買った、セットアップで買った、あどっちもまだあるっす、うん、けど久々出してみたら汚すぎてそう、もう久々にこう手洗いしてプレスももう一回押し直して履きましたね、うん、あその言われた次の日ぐらい、やっぱいいよね、めっちゃいい。僕あれ見たら32インチで買ってました、パンツ、パンツだからめっちゃブカブカで、いや多分レングスの関係があったのかな。いやあの時のヨシアはやっぱりちょっとヒップホップっぽいのが好きだったから、太く買ったのかなと思って、うん、ジョーダンとかでレングス長めに履くっていうのが、だパンツ32ジャケット3みたいな、そうだそうだ、多分こう A ラインみたいなシルエットでヨシア買ってくれたと思うから、確かにすごいね。これサイズ選びもできて、うん、僕はこのブラウンは30で買ったんですけど、ファイポケットは32だったり、まあ、最初に買ったワイドのブラウンが僕多分34で買いました、結構腰履きしてヨシアと同じ感じでクラークス履いたりとか、ジョーダン履いたりとかでちょっとダボッと履くようなイメージが多かったです、うん、今どっちかというと最近革靴とかも履いてたりとか、うん、まあコンバースとかも履いてるんで、あんまりレングスとか太くなりすぎない、全体的にあんまり太さを出しすぎない程度で、うん、でもファイブポケットほどスリムなのはちょっと僕の体型に合わないので、ワイドで買おうかなと思って今回は買ったという形です。お値段が24,000円プラスタックスで、ファイブポケットもワイドも同じ値段です、うん、多分今僕がこれを紹介してる時点で全国多分完売しております。うわ絶対ない、欲しくなっちゃう、ないと思う、絶対ないと思う、絶対ないと思う、うん、あったら買った方がいいと思います、うん、まあ一応僕がこの動画を出す時に概要欄にあるかなと思って調べて、あの正規店だったら概要欄ね書いとくので、アークネッツとかがあったりするのかなって思うか、オーラリー公式とか、うん、ないんじゃない、さすがにないかなとは思うけど、その2つとかが結構いつもオーラリー残ってるイメージがあるので、うん、まあ、その2つにあったら掲載しておきますので、ぜひ見てください、はい、ということで着用動画を撮ってみたので見てみてください、どうぞ。いいね、うん、これから僕も履いていきたいし、このブラウンがね色落ちしたねやつも見せてもらったことがあって、これね色的に去年の秋冬と今年の秋冬が出てるカラーです。2シーズンで出てたんだ。でもね 22SS は薄いブラウンだったのね、どっちかというとグレーっぽいようなブラウンで、なんかフェーデッドブラウンみたいな感じだったんですよ。これ薄い方だっけ、いや濃い方、あれ濃い方だっけ、うん、濃い方のブラウンだから 21AW で買ってる、 21AW か、で今回がもしかしたら最後かもしれないし、確かにそう分からないので皆さん焦った方がいいですよ、焦った、はい、もうないかもしれないかもしれないけどごめんなさい遅くて、マイクもちょっと欲しくなっちゃうっすねはい、という感じでこの動画で終わりたいと思います。はい、まあ、ぜひね皆さんオーラリーが欲しいなと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。ということでホテルズの鳥健介とヨシアでした。ありがとうございます。ありがとうございます。
is you pay no mind.